はい、こんにちは。今日はね、ブラックスクワット、久しぶりにバグハモードをプレイしていきます。使う武器は AK-47GL。バグハモードなんでね、もうそんなにバカバカ倒すようなゲームじゃないんでね、一発の威力強い AK-47 を使っていきましょう。で、なんだこのマップ。ちょっとこのマップ初めてでわかんないんだけど、A って書いてるんで、マップを見て適当に進めていく。上。ああ、今いたね。一人いました。で、そこの角を曲がって、あの入り口入ったあたりが爆弾設置ポイント。C4 を私が持ってるんで、一人やっていく。で、適当にグレーをぶん投げて、この中にいるかな？あ、奥に一人。さあ、中入って。お、設置いけそうだね。設置しましょう。おっと 目の前にいた。まあ、そこね、隠れてんだね。なんかいないと思ってたけど、さっと出てきてやられましたね。お、C4 設置。敵は一人。おー。1ラウンドしとく。どうしようかな。B 行ってみようかな。次は。全然ね、このマップわかんないんで、オールドテンプル。さあ、C4 持って B の方へ進んでいく。一応ちょっと B 行くよっていうふうに伝えておきましょう。いまいちマップがわかんないんだよな。まあ、この上出たところから敵が出てくる感じか？出てこねえか。ここで待ってても多分出てこないんだよね。グレネード。おーっと！目の前にヘッドショットしていく。さあ、こんな変えるとどうなっている？あ、いないぞ。いないぞ。おっと、あそこか。あ、中降りれんのね。ちょっとささっと設置をして。さあ、5対2なんでね、余裕を持って。なるほどね。おー、もう一人いた。ナイス。さあ、上から一応見ておくが。マップをちょっとね、見ておきましょう。この上登って、あ、行き止まりか、ここ。お、倒してくれた。まあ、やっぱ、ヘッドショット一発っていうのはね、爆破モードにおいてはすごい大事ですね。いやー、このな、なんかの、3万円のボックスを結構開けてるんだけど、未だにこのね、課金じゃないか。ナイフが当たんないんだよね。結構みんな持ってんだよな。まあ、1個ぐらい欲しいね。さあ、覗きながら中を見ていく。A を攻めていく。さあ、左から入って、できないのを確認して、で、まあもう設置できるんで、設置しちゃいましょう。5対4。お、5対3、やってくれてますね。さあ、適当に設置して。敵を？まあ5対1じゃもうね、負けようがないな。そっち？まあ、暇なんでね、もう適当に散歩しましょう。さあ、なんかあの辺から出てきそうな気がするが。はい、頭抜いていく。A の方が攻めやすいのかな。結構あれだね、マップが狭いような気がするな、このマップは。さあ、下から A の方に進めていくぞ。うん、いない。さあ、ちょっとずつ進めていく。敵の姿が、いや、いなさそうだな。これ中入っちゃっていいかな。さっと中入っちゃって。おっと。はい、一人やっていく。即設置。3対3ですね。さあ、ここから
いい勝負になるか。さあ、リロードして。お、そっち側一人来るね。味方が見に行ってて、まだ相手3人いるぞ。さあ、来るならここか。お、こっちかな。ああ、いるね。いますね。一人やっていく。で、そっち側にも必ず一人いるのは分かってる。さっき音がした。あ、ちょっと待てよ。見とくか。で、頭抜いて。もう一人。危ない危ない。結構ね、1対2だったんで危なかったけど。まあまあ、やっぱここは AK ですよ。さあ、4-0。今んとこストレートで、俺に C4 くれ。さあ、C4 取って。B 行こうかな。真ん中をね、まだ攻めてないんだよね。お、すげえ、もう突っ込んでった。さあ、頑張れ。お、いて、撃たれた。結構、あ、ここだね。さあ、来い。はい、距離あって。ナイス、味方。OK。さっさと設置をしてしまおうかな。さあ、設置するよ。あ、右側に一人。どうにいんだ。あ、敵いたよ、そこか。そんなとこに。味方カバー入ってくれたんでね。3対1。設置した状態で3対1になっているが。ああ、いたいたいた。おぉ。いいですね。さあ、どっち行こうかな。まあ、また A でいいかな。C4 取って。なんかちょっと上も気になるんだよな。ちょっと上を見てみたい。あー、ロングですね。ここスナイパーのいるところだけど、どうしよう。スモーク抱いて進むっていうのも手だな。お、ちょっと味方が耐えてくれてるんで、この中を進んでいく。で、真ん中取って裏を取っていくか。はいはいはい。さあ、どうしよう。B、裏回って、B に設置かな、これは。さあ、今のうちに、ささっと設置をしておく。で、今の時点で3対1、ガン有利ですね。おっと？そっちか？こっち、今いたね。方向的には？上来るか？上か？いや、上ではないな。あ、そっち？つか、落としてるしな。こっちかな？あ、違うか。こっち側か。あ、撃ってる撃ってる。あ、赤点が見えてるんで、サクッとヘッドショットしていく。あ、いい連携ですね。ラウンド7。これ取ったら交代かな。さあ、ロングをサクッと。いや、いるね。あ、撃ってるね。ちょっとこれはやめようかな。下から攻めていく。こっちってなんだ。もう味方がね、ガンガン攻めてくれるんで楽っすね。うん、もうなんか設置ですね、これは。設置、適当に設置して、迎え撃つって感じでいいかな。後ろちょっと警戒しておいた方がいいかな。まあ、この辺で、ダラダラと待ってましょう。3対2。味方が一人やられてしまう。まあ、後ろ見ておけばいいかな。はい、頭抜いていく。さあ、残り一人。お、ナイス。これで7-0。で、攻守交代して次は防衛かな。お、キルは取ってないけど、まあ、毎回設置してるからな。
サボエ。こっち側のマップよくわかんないけど、まあ、つか、近いんだよね、本当に。狭いマップやな。あれ、出てこないってことは？なんかちょっと探索したいけど、あ、いるいる、頭が見える。グレーを投げる。いや、味方がどんどん敵を倒してしまうから。あはは、終わっちゃったし。マジか。何もせずに終わってしまった。まあ、今回はクイックマッチかな。クイックマッチでやってるんですけどね。ちょっと一方的な展開にはなってしまったか。まあ、このマップね、どうなの？攻めの方が強いのかな？まあ、そんな感じで次行きましょう。